和子ユーロ横山の10番できた。じゃあ話題のユーロさんですよ。はい、不正です。英語リーディーこれ全然違くない？全然違う、びっくり。一個よりは上。横山さんですよ、現メンバーです。なんか自己採って合わないもんなんですね。そうだよ、始まりました、無茶しちゃうんでさ。はい、あら、空気階段原点に戻ったんですか。はい、ということで、はい、あくびとかするとまた突っ込んでくるからね、ほんとコメントも横半分出しても何でも突っ込んでくるから、それぞれどうだったのか見ていきたいと思います。これ、これなんですね。これです。はい、じゃあ、名前書いてあるから、和子ユーロ横山の塗りつぶしたい、隠してこうやって出せばいいと思います。自己採点とはどうでした？全く一緒。ということで、完璧な自己採点、完璧な自己採点をしたので、こう、こう、隠して、はい、こんな感じでございます。はい、国語が 160.8割 出たわけですね、やっぱり。はい、近代以降の文章80、古文43で漢文37と、やっぱり古文ができたと。一番できた、過去一できたということで、やっぱり優しかったということで、そして英語リーディングが一番こけたやつですね、69点。戦わないとかってさ。まあでも難しかったですからね。はい、他の人たちの結果見てたら、やっぱり普段の模試で9割とか取ってる人たちも7割が多い、うん、なんでそれぐらい、あなたもね9割8割だったので、まあまあまあそういう風になる人が多かったという。でリスニングが86で、こちらも合ってましたね、はい、無事で、数学1A が71ということで、うん、はい、数学頑張ったけど数学使わないで合格しました。使わない、多分使われてた。多分使われてないで、立教とかもね、開示が来るんですか。立教ないんです。立教ないんだ、ブラックボックスのままなんだ、うん、ということで、まあ合っていたということでした。合っていました。はい、よかったです。じゃあ話題のユーロさんですよ。はい、不正です。不正ですね、どういうことですか。いや、あの丸付けも大幅に間違ってたし、うん、普通にマークミスもしてるのが多数あるので、うん、もし不正ですね。もしじゃない、本番です。本番で不正です。あのカンニングとかじゃなくて不正です。どういうこと。あの不正ではないでしょ、別に。人に迷惑をかけないタイプの不正です。不正じゃないでしょ。不正です。虚偽です。虚偽です。不正ではない。虚偽だけど、誰も迷惑なんてかけてないんで、叩かないでください。すごい、お笑い芸人のやす子のような喋り方。なんとかです。叩いたら、訴えます。訴えられるか。訴えます。訴えられるか、そんなんで。はい、じゃあ見てみましょう、ユーロさんですね、はい、まず政治経済、はい、あれ自己採点だったか覚えてる、60いくつだったのが、はい、あの31点。半分ですよ。半額がどっか減点法で点数出してたから、うん、どっか引き忘れてるとか。それにしたって半分って やりすぎ。本試験受けてたの、なんか海洋大の工学部が社会2科目使って理科の発展1科目使うっていうのも出せたんで、はいはい、一応受けとこうと思って受けたら36点。はい、政治経済より上じゃない。よかった。適当に受けた日本史が倫理やればよかった。倫理できない。だってね、模試の時は変えてましたからね、現社受けたり、政経受けたり、倫理受けたりしてましたから。はい、いやなるほどね。よくない。そして国語はどうだったんですか。自己採、国語は自己採通りじゃない、126点。近代以降92ということで、あ、家族より高かったって言ってましたよね、うん、やったね。あ、やったね。で、古文漢文同じ点って言ってた気がする。じゃあ、今晩不正じゃないです。不正ではないよ、別に。はい、17点ということで、なんで合計126点ということでした。そして英語リーディング、英語リーディング、これ全然違くない。全然違う、びっくり。いくつって言ってたっけ。40いくつだった。40いくつが、はい、丸ごとずれてるとか。いやいや、どっか一問飛ばしてるとか。25点、ね、やば。リッコ28。リッコ28以下以下、理科。あれって、ユーロ3点とかなかった。ユーロ25。まあでも9割超えてるから。国語9割あるから、うん、そうそう、国語力あるって。国語力は立候よりは上。リコは、あそこにマウント取ってもしょうがないです。25点ってどこもどう間違ってたんだろうね、結構。ずれてるとこ返してくれないのかな、そんなのはないし、だって自己サイトずれてるからか分かるわけない。ずれてる、この人ずれてるってやってないよ、機械で。機械
なるほどね。でリスニングは同じぐらい、同じ、はい、62点ということですね、はい、まあ、まあ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 、スイッチ A が37点、やってる。これはもうジミー大西みたいになってるこれを多分間違ってます、うん、間違ってる。どっちも同じ点数ぐらいでやってると思う、うん、スーニー B が38点、やってる、やってるやってる、もうすごい、もう開き直りが半端ないだってもう大学は決まったんだもの、最強だから、ね、そうそうそう、それが下がってるから全部いいかは知らないけど、受かってるからいい、開き直るんだ、もう今更私の入学は取り消せないそうそうそう、それはその通りですよ、そうそうそう、はい、関係ないし、書けばいい、科学は70ぐらいつきやすいです、29点ですけど、だからありえないことになってる、夢見てたの、なんか本番中なんか全然違う世界、丸つけで夢見てたのかもしれないっていう最低の意味だよ、自己才の自己才とは何それ、これはあってほしいな、これはあっててほしいな物理48点、そんなに物理は変わってない、変わってないと思いますね、だいぶ違ったと、希望にあふれた採点でした。なるほど、ポジティブ、まあ確かにこれで怖かったよね、それで東京海洋大出してたら9割とかいかないと全然違う点数だったわけだから、あの点数のままでも高得点取らないと落とされちゃうなと思って、うんうんうん、他のとことかも違うでしょって来てたことなんだっけ、受けたとこに対して落ちてるわけないでしょみたいな人も、千葉工業、千葉工業、この点数ならもっと受かってるんだろうみたいな、千葉工業ってもうそう、もっと受かってるんだろうって、そういうのを見て、あ、確かになって思って、コメントはその辺は役だったと思いますよ。そう、横山さんですよ、現メンバーです、現メンバー頑張れ、現メンバー、レギュラーレギュラー、はい、日本史85点、あ、これは90いってると思ってた、90いってると思ってた、やっぱそっか、なかなか自己採って合わないもんなんですね、うん、いやそうだよ、そうだよ、いやいや、あなたは違うよ、いや合ってた合ってた、なんでだよ、はい、性格じゃない、やっぱりここ、はい、ここミスか3ミス、うん、3個違う、なるほど、国語が140は合ってました、合ってました、はい、すごい、でやっぱり近代以降これ69しかないんでね、現代文が実はこの中で一番できなかったっていうね、怖い怖い、来年さ図表読み取りだよね、ここ変わっちゃったりするからね、移転したら、そうそう、移転しないことそうだ、変わりますからね、まあまあ早稲田も変わるし京都も変わるし大変です。ユーロさんね、文書く才能あるからね、そう、運転しろって言われてました、そうそうそう、だから、そうだから小論とかで本当は受けた方が絶対いいのに、うん、やだ、受けたら嫌だ、受けはやだいたな、 そういう人他にも、で、古文が31点、はい、で漢文が40で合計140なんで、まあそうですね、まあ早稲田志望だったらもうちょっとって感じでね、英語リーディングが51点、これはね、なるほどね、やば、でリスニング67と、はい、はい、これはそうですね、なかなか厳しい戦いになります、もったいない1ヶ月間勉強しなかったから、またうんってうんって、そうちゃんとまたやらないといけないですよ、ここで、はい、ということでございました、これが開示でございました、自己採点大変ですからね、そう間違いやすいので、うん、ぜひちゃんと気をつけて皆さんもやっていただければと思いますので、これを参考にしていただきまして、まあ、共通テストやっぱりね、英語は相当難しかったってことが分かったと思いますので、ぜひ参考にしてください。お二人は大学生活を満喫して鎖なんかをつけて鎖大学生活、そして横浜は受験頑張っていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。